JA さくらんぼ東根のさくらんぼ作業安全有利販売祈願祭と出荷決起大会が21日開かれました。同 JA によると、今季は、霜の影響が極めて軽微だった一方で、開花期に雨が少なかったことなどにより、主力品種、佐藤錦の結実数は、前年比で 75% 程度となっているということです。今現在は順調です。ただもう少し、雨、水分があってもいいのかなと思ってますけども、消費者の皆さんに喜んでもらえるような美味しいさくらんぼを作りますので、皆さん待っててください。同 JA では本年度取扱数量1030トン、販売高26億1000万円を目指すということです。